こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の27日13時33分今日も朝からですね、たむろされて、二度寝をして、朝の9時ぐらいかな、9時過ぎぐらいから家の前で車のドアバタンっていう音聞こえて、高齢者の人たちがたむろして、ごちゃごちゃ、言ってくる。で、嫌がらせをしてくる。で、晴れだからといって、佳子様が来てるかっていうと、そういう保証はない。佳子様が来てない日でも、晴れの日はたくさんあった。で、地域の住民の人を信じるっていう話はなし。地域の住民に今まで騙されてきたり、嫌がらせをされてるから。そういうような人間を信じるような形にするから、金貸しをさせられたりした。それが若い頃の僕。で、精神病院にも入れられてる。で、この後、佳子様の動画について、私がいろいろと申し上げてる内容があるんですけども、それは佳子様を見てください。で、動画の内容をコロコロ変えすぎなのと、あと、報道関係の人たち、黒い服を着てテレビに出演するの絶対やめてください。黒い服を着た人間が出てきます。で、マチュピチュに関して、佳子様が公務でペルーに行かれた時に見に行かれてますけども、黒い服を着てたでしょ。最初からそんな観光なんていうものを仕事として扱ってはダメだっていうことを分かっていて、黒い服を着てるんです。白黒はっきりつけるの部分でね、エネルギーの残存量問題の方が優先ですから。で、佳子様も最初から、断っておくべきですね。だから海外の方の、例えば、首脳の方たちとかが日本へ来て、どこかを観光するかって言ったら、それはないでしょう。王室の人たちとか。観光したことありましたっけ？探せはあるかもしれませんけども、基本的にはないでしょう。それをし始めると、みんなが、政府のお金を使って、贅沢三昧をして観光し始めるから、それはなしですよっていうことで話決まってるんですよ。で、区切り誰かこれはなしですよっていうことを決めなかったら、キリがないんです。ずっと同じことするから。で、この後、佳子様のその動画の方を見ていただきますね。結婚希望相手は佳子様のままですよ。それは、お互い好きだとか言った内容っていうのは、それは事実であって、そういう気持ちの積み重ねがあるからこそ結婚にたどり着くものであって、だから今まで結婚話してきた人間に対して、僕は、好きっていう感情を抱くかっていう、それはないです。むしろ、鬱陶しいになってくるんですよ。特に髪の毛染めてる連中。感情的にね。喧嘩売ってんの？っていう話になるんですよ。じゃあ、この後の動画見ていただきますね。で、アベマのニュースに関して、もともと報道ステーションの竹内恵美と名乗ってたものが、放送してると思うんですけども、あれ1回撮りですか？ 2 回撮りですか？ 3 回撮りですか？ちょっとね、喋るときに、どもってる時の言い方と、要するに舌が回ってない時の言い方と、そうじゃない時の2種類があるんですよ。で、これコンピューターの映像加工で、あそこまで精密に作れるんですよ。今の技術。AI が一瞬で。スーパーコンピューターの能力の高さを見たらわかります。その辺の普通のパソコンでもちょっと高価なものであれば、7コア、16GB、SSD 付き、かなり高い能力です。一瞬でいろんなことを判断できます。だけどスーパーコンピューターは、それよりもはるかに、ものすごい桁の違いの先のその計算能力を持ってるんです。要するに情報処理能力。情報処理能力を持ってるっていうことは、すぐに瞬時に映像を加工できるっていうことなんですよ。もうこんな人は絶対無理、本当に。今日家の中で言ったのは、心の中はそう思ってるか言ってるんですけども、高校生に関して各自自分の力で試合をするようにっては言いましたね。だからこの天気の晴れについて何が優先順位なのかよくわからないんですよ。昨日その婚姻届で、
まあ、佳子さまが来るのかなと思って、報道ステーションとニュースウオッチ9が2日前に関して、明日絶対会わせるっていうことを言ってましたから。で、結婚希望相手は佳子さまですっていうことを言ってる。で、それは、前から言ってますっていうことを大越さんも一応言ってる。だけども、佳子さま現れなかった、僕の目の前に。婚姻届のことかなと思ったから16時過ぎに歩きました。区役所の閉まる時間帯があるからです。なぜその時間帯に歩いてるかって言ったら、佳子様とその遭遇した時間帯とかをいろいろと考慮すると、まあそういう時間帯なんじゃないかなと思って、そういう時間帯を歩いてるんです。基本的に朝方の方が区役所混みますから。まあ、いろんな行動をバラバラに何回も行われると、こちらとしてもどの時間帯に歩けばいいのかとか、そういうことになるから、本当に普通に考えた結婚する気があるのは僕の家に来てますよ。別に結婚する気がない人間の僕の家にね、例えば仕事先の人間で、どうしても家の中に入りたいとか言ってた者がいて、女性でね、よく思い出したら、阪神淡路大震災の仮設住宅暮らしの時の隣の家に住んでた者かもしれないんですよ。その時は、そのものは、まだ、小中学生ぐらいだったんじゃないですかね。で、2002年サンパレス六甲で勤務してる時に、まあ、その当時は、だから仮設の頃は小学生かな。サンパレス六甲勤務してる時に勤務しに来ていました。で、そのものがどうしても家の中入りたいって言って。で、まあ、家の中、まあ、その当時、たまたま母親が寝ていて、で、まあ、静かにしてなーっていうようなことでね、家の中入って、まあ僕は、まあこの辺りにテレビを置いてたんですけども、そこの上にそのぬいぐるみをね、置いてたんです、いろいろ。まあ子供の頃に、まあ、ぬいぐるみをもらったりだとか、まあ、親にですよ。で、あと阪神・淡路大震災の頃に、まあ、ゲームセンターでね、UFO キャッチャーっていうのが昔あって、まあ、馬のぬいぐるみ、競馬の、まあ、そういったものを無料で、ね、させてくれてたっていうことがあったんですよ。で、これ、まあ、何回か取ってね、で、これ本当に持って帰っていいんですかって言ったら、まあ、持って帰っていいですっていうことで、こういう時ですからっていうことで、まあ、そういったものをね、並べていて。まあ、とにもかくにもちょっとこれから先の動画、つなぎ合わせておきますね。その佳子様の動画に関しては一応撮影しておきました。で、僕もだから今日本当はね、そのどうせ朝からその絡んできた連中とかいるから、あ、そうそう、あとこれ、最後の方の、後の、時間軸の最終結論の方は先にしておきますね。その、どう言ったらいいんですかね。気持ちのリラックス的にそのグレイとかの曲とか聴きたくもなるし、その今日も朝からね、無理やり早く起こされたりとかしたから、朝の5時過ぎぐらいに車のドアをバタンとかそういう音を聞こえて、で、多分階段から誰か降りていって車に乗り込んでどっか行ってると思うんですけども、それがプロ野球関係者なのか何なのか、海外の試合なのか何なのか、だから余計な人間が来ていたと。で、無理やり起こしてくると。で、せっかくその後二度寝したのに、さらに9時過ぎに無理やり起こされていると。で、十二分に腹立つのに、僕はホームページに、まあ、様々な内容、まあ、佳子様のことをね、見る人が見たら罵倒してるように、文句を言ってるように見えるかもしれない。だけど、それは指摘されなかったら本人もわからないから。僕は佳子様のことは好きなんです。佳子様も僕のこと好きって言ってくれてるし、それは、その気持ちは僕は大事にしています。で、これ以上のことを、なぜ求められるのかなっていう不可解さはあります。あと、髪の毛染めてる人間は本当にやめてください。どんな人間でもですよ。男性でも女性です。でもですよ。特にテレビ出てる人ね。それプラス黒い服だけは絶対着ちゃダメですよ。求めてもいない人間が黒い服を着て、その方法で会いに来たりしますから。報道せ、だから、テレビ局ごときに力を持たせすぎなんですよ。テレビ局、淡井圭介をしたら、淡井圭介の言ってることの方が優先順位上にしておかなかったら、世の中の改革なんか絶対無理なんです。
あとは、まあ、今日、その朝の5時ぐらいに、起こされて、まあ、その後、寝るときにね、まあ、適当に、フェイトのね、ランサーっていう画像を、まあ、最初、インターネット記事で見てたんですよ。で、そこで何か、ピクセルか何か、PIX、あと、なんだったかな。まあ、ちょっとよくわからないんですけども、なんかこう、画像を作ってるのがあって、まあ、そういうのを、まあ、ちょっとと見て、で、まあ、眠たいことをしてるか、まあ、眠たくなるの部分があるからなのか、まあ、自然と自分がまあ、そういうふうなところを選んでいて、まあ、その後眠たくなって、まあ、二度寝してるんですけど、一応睡眠薬も飲んでたんですよ。で、スポーツの試合とかで無理やり起こされる方法とかもあるから、だからそこから回避するためにはそういう行動をするしかないんですね。それによってその日、佳子さまに会えなくなるっていうのは話がおかしい。で、今日、佳子さまが来てるかどうかっていうところはわからないのと、あと、それ言い始めたら全部の家が遊べなくなるんですよ。そうでしょ？だからアニメ見ようが何見ようが、佳子様が僕に会ってくれたらいいんですよ。だからそれを利用してテレビに出ていたりしたら余計話がまずいんです。ややこしくなることだらけになるから。いや、これ何回も言ってます。で、まあ野球見ようが何しようが佳子様が会ってくれたらいいと思うんですよ。僕にね。問答無用でも僕の家来てくれたらいいじゃないですか。で、その時にスポーツの勝ち負けよりも、佳子様との話し合いの方、それは優先しますよ。まあまあ、そしたら動画もつなぎ合わせますね。先ほどのシーンでもともとは橋渡るときに淡井圭介が、淡井圭介のこと好きですかって聞いたら、はいって言ってたんですけども、その画面がなくなっている。だから心の声から何から何までないがしろにしようとしてきたっていう、まあ、内容ですね。今一瞬、まあ、動画気が見える話なんですけども、僕のそのアクセスできるした時の内容に関して、その好きか嫌いかっていうところをね、コンピューターの判断に任せて、淡井圭介と交わした内容と違う内容に動画を2種類撮影してるんですよ。で、それをコロ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 チェンジする。で、自分たちの都合のいいようにしてきていたっていうのが、その、あと、この辺も本当は黒い画面じゃもともとはなかったんですよ。書いてる文章をしっかりと見えるようにしておきますね。で、これだけじゃなくてね、なんでも店。なんでも店だったかな、なるほど店、なるほど店ですね。ここね、僕が記載しているこの内容でもともと合ってます。で、そのバレてるとか言ってる内容のものとかもあったんですけども、この内容とかも、喋ってる内容とかも変わっていて、2回撮影してませんかっていう心の声でバレてるっていうことも言ってるんですよ。ただそれは音声が出てこないから。秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまが暮らしに密着した発明品の展示をご覧になりました。佳
子さまは午前9時ごろ東京有楽町で開かれている、うん、先ほどバレたの口の動きに変わりました。なるほど展の会場を訪問されました。二度撮影しますかで、そうですって言ってる時もありますし、これね、じゃあそれだったら3回撮影してることになるでしょう。で、これ最悪ね、佳子さまは発明者から説明を受けると、アイデアはどんな時にひらめくのですかなどと質問されました。うん、こっち側もなくなってくるからっていう音声が出てましたけども、それは本当って言ってましたけども、私の心の声の時とはちょっと違うんですよ、以前の内容と。その記載していた内容のものと、あとこの右手にいる人が男性のパターンもあるんですよ、老人男性の。何回撮影したのかよくわからない。で、これね、もう本当に皆さん驚愕するようなことをお伝えしますけども、そのコンピューターの制御によって、その映像が何度も加工されている可能性があるんですよ。だから僕は佳子さまのしてはならないことっていう部分も触れて、記載してます。例えば、ホームページ淡井圭介の履歴のその佳子さまが覚えておかなければならないことっていう欄があるんですけども、ここでね、かなり踏み込んだ内容とか記載しています。でその内容とかを見てもらった時に、世の中の実態っていうものがだんだん分かってくると思うんですね。で、カメラのないようなところの行動についても写真とか映像で出てきている可能性がある。だからまあ本人かどうかは顔が出てないところと、まあこれ佳子様が覚えなければならないことっていう、まあ欄なんですけども、基本的に90番皇室へのメッセージのところから見れます。これがここはワードですね。で18番に記載している内容、インスタグラムとかでも背中を見せてるホテルで、観覧車が見えてましたね。その画像が混ざり込んでいたのと、でただそこ他の写真も全部佳子さまだったので、そのこのあとこちらの文章を読んでもらった方が分かりやすいでしょうね。あと27歳の誕生日ね、この時のこの髪の毛の長さ、まあそういったことを発覚したから髪の毛の長さを短くしたのか。もう気がめいります。でさらにその例えば今日晴れてるだけで、例えば、自分の見たい、例えば鉄血のオルフェンズっていうものをまだ見たことがなくて、まあそれを見ようと思ってたんですよ。だけどもアクセスができない、強制的にコンピューターにそうされてる。だ今日佳子さまが来てる保証なんかどこにもないんですよ。佳子さまが来てない日に晴れてる日なんかいくらでもありますから。だから公務というものが一体何だったのかっていうことを考えたら、しなくてもいいものばっかり公務としてほとんど、行っていたと、まあ、こういうことになります。例えば植林とかそんなことは農林水産省が行っていればいいことであって、であと植林の仕方もね変なんですよ。まあ、他の動画ですけども、鉢植えみたいな形にこう木植えてるんですけど、あの形式だったら木は育たないですね。土の量が少なすぎて。で無言で何か土入れを行ってるんですけども、あと緑の輪とかそういった項目が必要かって考えたら必要ないでしょう。で何が必要だったかって言ったら、河川水門開始、地下水流、ストレートトンネル発電とかだったから、僕と一緒に撮影しに行ったらよかった。で子供の頃からその佳子さまは僕の自宅に遊びに来て、で一緒に撮影に行きたいっていうことをね言っていて、まあその当時僕は車を所有していたから車があるっていうことね、まあ歩いて撮影した方が基本的にはいいんですけども、まあただ場所にもよりますよ本当に。
まあ、ただし場所にもよりますよ。冷静、ただだったら無料の方になってしまうんで、これどうしてももう言葉遣いで、もうテレビ見てたらもうみんなこうなるでしょう。漫画の本とかアニメとか雑誌とか、うん、まあ、ただイコール無料、ただものではない、無料ものではないっていう意味。いや、だから無賃金労働とかのこと、賃金の不払いとか、でやっぱり顔取られたりとかもしますんで、だからもうワンピースで例えたバーソロミュークマ状態、ただただ奴隷化されてる僕の方がですよ。だから自宅の横を通り過ぎたり、淡井圭介の横を通り過ぎるっていう行動がどれだけ卑怯で、どれだけむごいことか、淡井圭介に対してむごいことですよ、行っているのか。それも地域の集団性によってね、組んでる人間がいたから、やっぱりそういうことになります。地域の人間とね、淡井圭介と組まないで地域の人間と組んでいた、じゃあ最初からこの結婚話は何だったんだっていうことになるんですよ。だから皇室の人間は絶対テレビ局の人間と関わってはならなかったんです。関わっていいのは結婚してからの人間なんですよ。で、本当は他者も同じなんですよ、結局はね。結婚してる人間だけがテレビ出たらよかったんですよ。そうすれば浮気とかすることないでしょ。あと、もう大卒、二十歳そこそことかでね、社会経験なんて、ね、自分で裁判したこともないような人間で、例えば報道関係とか出てね、もう開き直って以前と同じニュースとかをいっぱい読み上げる、で事態について、しっかりとした内容を、放送しない、本当のことで見ていて何が本当なのかことなのかわからない、はっきり言って世間困らすだけです。だからもうそういうところから改善しましょう。以上です。もう佳子さんも僕の家の横通り過ぎたりするのやめてくださいね。僕の横ももう自宅に来てください、電話かけてから。だから何でも手に関して途中から本当は電話っていう会話に変わってたんですけども、これ最悪 AI の画像でそういう風に作り変えられてる可能性あるんですよ。しようと思えばできるんです。で何回も撮影撮り直ししてるんだったら、余計なことをして分かりきったこと、結婚話の件だったら淡井圭介の自宅に来て話し合いをすればいい、分かりきったことじゃないですか。河川水門会敷地下水流ストレートトンネル発電に関しても僕に会いに来て話をすればいい、電話でも、予定を組んで。だからそのさっきの淡井圭介のことを好きですかのところで、はいって答えてた口の動きがなくなってる。映像加工でそうなってるのか、本人が2種類を撮影したのか、僕にも分かりません。だけどもスポーツの判定で、映像がね、映像加工をされたものはすぐに放送されてるから、高校野球でも見かけましたね。ライン際のフェアのところを後からの、ビデオ再生の時にファウルに見えてる映像に変わってましたね。そこは審判がフェアって言ったそのジャッジが間違いなくて、その後の映像加工で変えられてましたね。それは一般の動画の社会でも用いられていて、多分僕の動画はそういうことはないと思います。真実だけを、ずっと重点を置いて進めてますので、滅びますね、まず間違いなく。このような社会運営、エネルギーの残存量は何回も言いました。だけども一般人がそれを軸に動けてないんですよ。すぐに春馬整骨院に集まってくる連中とか、何かね、喧嘩を打ってくるようなことを老人男性平気で言うやつ、もう平気で言うやつでいいです。年齢が上だったら淡井圭介より立場上かって言ったら下、そいつら加害者。どちらにしても佳子さまが淡井圭介を結婚希望相手として選んでも選ばなかったも加害者。阪神・淡路大震災の被災者を利用して
その人間に対して金儲けしていた人間と組んでたんだから。まあ、佳子さまは本当に今までの行為を反省しているのであれば、一緒に河川水門開式玉発電、地下水流ストレートトンネル発電の作成に来るはずです。結婚話のことについてもしっかりと話し合うつもりです。で、やっぱり僕の感情的に、これはどうかわからないですよ、わからないですけども、その僕の感情的にどうなるかって言ったら、その他のねテレビに出てた人間で、あのエロ関係の写真集出してる人間とかも多いでしょ。で、その淡井圭介との結婚話をすることによって、この辺来ることによって若返っていた人間も今まではいた。で、それを利用して別の男と会っていたりとかね、人としてどうですかっていうことなんですよ。で、それがあるとどう見えるかっていうと、ああ佳子さまも同じなのかなと、そういうような感覚に僕はなるんですよ。だけども、結婚希望相手は淡井圭介、秋篠宮佳子さまですっていうことをホームページでしっかりと固定している以上、それに沿った内容でコンピューターはもう動いてくれなかった。コンピューターが僕を攻めてきてるから、人間も。電波で聞こえてきた内容っていうのがいかにずさんなのかっていうことを理解していない。なぜ淡井さんを信じないんですかって。彼の言ってることの方がまともでしょって。それを皇室の人たちが言ってくれたらいいじゃないですか。ちゃんと出演してテレビ、万博に関しては間違えてると私たちは思っていますって公表して、日本国憲法を改正したらいいじゃないですか。権力者の人たちで政府上層部が固められていて、その子孫の人たちが、また国会議員とか地方議員とかになって、で、テレビにその親族のものとか出てる以上、アナウンサーとも含めて、じゃあ最後まで生き残るのはその人たちの子孫なんだから、エネルギーの残存量問題に対して大真面目に生きていかなきゃならない立場であると。だから一つの法律、一つの日本国憲法だけにすがりつきなんですよ。その上には国連というものがあって、世界中の多くの人の人命が関わってるから、だから言ってもいいんですでいいんですよ。それは政治じゃなくて人命の話ですから、人の命。以上です。